はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはですね、神戸学院の実践キャンパスなんですが、先ほどまで学生のみんなと楽しく授業を行っていたんですけれども、今日もいいお天気になりました。でも朝夕がですね、ちょっとひんやりかなという感じなんですね。昨日はですね、高血圧の方にもおすすめなんですが、また頭痛肩こりの方にもおすすめなんですけれども、今ね、学生のみんなが気になるのが小顔になりたいとか二重顎をなんとかしたいとかね、そういう学生が多いんです。今日もね、聞いたらはーい、興味ある興味あるみたいな感じでしたので、なのでですね、昨日はセルフマッサージになるような動画をちょっとアップしたんですけども、小顔とか二重顎をあまり気にしてないという方もですね、血圧が高いという方にもおすすめですし、頭痛肩こりの緩和にもなりますので、よかったらご覧ください。でその動画の前が、血圧が高い方にはぜひこういうのをやっていただくといいなという、セルフマッサージと簡単な、ね、運動をのエクササイズを紹介したんですけども、そしてその前ぐらいがですかね、その時も血圧が高い方にはぜひこういうのをやっていただくといいなというような動画をアップしました。というのはですね、今現代人というのは糖尿病、高血圧という方が多いですよね。あともう一つ多いのはですね、うつ病、ね、そして、このコロナ禍が、コロナも、今部類が変わりましたけれども、コロナ禍で緊急事態宣言みたいな感じになって、誰とも人も会わないみたいな感じになって、自分のね、行動範囲が狭くなっちゃうことによってうつ病、そしてもう一つがですね、認知症の方も増えたんですよね。でいずれにしろ、動かないってことになると、心の病気や、本当に体の方の中からも病につながっちゃいますので、やはり運動というのが大事なのと、あとは心のパワーですよね。明るく楽しく元気にというのが大事です。はい、ということでですね、この動画を通じて楽しく動きませんか。明るく楽しくっていう点ではですね、私みたいなおもろいキャラだったら見てるだけでもちょっと笑えてくると思うんですけども、どうぞね、たくさん笑って、そして元気に過ごしていきましょう。そして運動することによって体にも心にも脳にもとってもいい影響がありますので、一緒に動きましょう。で今日はその高血圧ということに関わりがあることの中で、糖尿病ですよ。糖尿病ね、もう字の通り糖が尿に降りるというふうな字を書くんですけれども、血液の中のブドウ糖の数値、血糖値が高くなっているというわけですよね。でこの糖尿病の初期段階というのはどういうふうになるかというと、血液が糖分多い糖分の多い食事をしていると血液がドロドロするんです。粘着性が増すんですよね。で血液がドロドロするとさらさら流したいという作用が、水分をなんとか取ろう、ね、水分を取ることによってドロドロして血液をなんとか流そうというような作用が起きます。ということで糖尿病の初期段階になるとですね、すごいたくさん運動しているわけじゃなく、ないのに水分やたらと、ね、取りたくなるという症状が出るみたいです。で水分をたくさん取りますから、その分尿もいっぱい出ますよね。なので、尿の回数も増えるでしょう。そして別に特別ダイエットとか食事制限してるわけではないのに、なんだか痩せてきたみたいなことも起きるみたいです。そして糖尿病の初期段階としては、血液がドロドロしていて隅々に栄養がいかなくなる。で特にそうなるとですね、足の方のなんかこう不調というかですね、例えば巻き爪ができたり、かかとのところがすごく、荒れてきたりとか、そういった症状も出てくるみたいです。末端に血液が行きにくくなってる、栄養が行きにくくなってるからですよね。そして、あとはですね、やっぱりこう腎臓にも負担をかけちゃうわけなんですよね。血液がドロドロしているともう腎臓の中の毛細血管の流れが滞りやすくなるわけなんですよね。なので、腎臓にも負担がかかってくるということが起きますよね。であとはですね、目ね、目の不調、もう糖尿病を極まるともう目がね、見えなくなるみたいな、そういうことにもつながってくる可能性もなきにしもあらずです。はい、ということでですね、そんなことにならないためにもやっぱりですね、運動大事なんですよ。そして食事の方もあまりにも砂糖を多く摂っている食事であれば、ちょっとね、改善した方がいいかもしれませんね。で逆に言うと
たくさんそういう砂糖を取ったのであれば、動いてカロリーね、カロリーじゃない、あの循環よくして、ね、血液がドロドロしてるのをなんとか循環よくしていきましょうね、っていうことです。で、実際に運動することによって血糖値をコントロールしているインスリンもうまく反応しやすいんです。特にトン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 ってね、かかとの刺激っていうのはオステオカロシンというホルモンが出ます。これはインスリンを、こうね、いい状態に働くためにもすごく有効なホルモンなんですね。ということは運動が大事なんですよ。で、特にまた、食事をした後って眠たくなりますよね。お昼ご飯食べた後眠たくなる。これは胃に血液が集中していて脳の血流が不足しているからとも言われているんですけれども、それだけじゃなくてですね、食べた後っていうのは 血糖値がバーッと上がってたりとか、血液の中のブドウ糖の数値がアップしてるんですよね。なので食べたからゴローンと寝るんじゃなくて、食べた後だからこそ何かしらちょっと動いた方がおすすめなんですけども、特に今言った足への衝撃ということで足を動かすっていうのはいいですね。で、おまけにこの股関節を動かすようにしてあげることによって腎臓の中の毛細血管の流れを促すこともできます。腎臓というのは体のいらないものを出してくれる役目ですからね。だからちゃんといらないものを尿からバーッとね出してあげるということも大事なわけなんですね。はい、ということでですね、糖尿病もそうですし、高血圧のこともそうですし、腎臓の病気というかそういうことも全部実は関わりがあるんですけれども、なので、運動ね大事です。運動と栄養と睡眠、そして何よりも大事なのは病は気からと言いますので、心のパワー、笑いが大事です。はい、ということで一緒に今日も動きましょう。足をいっぱい動かす動きを行いますので、皆さん一緒に動いてみませんか。ではですね、ちょっと音楽をかけていきますので、歩くという動きを中心とした変換系の動きを行っていきます。で、足の筋肉は大きな筋肉なのでね、いっぱい動かすといいです。はい、じゃあですね、まず立った時なんですけれども、グッとこう丸くなっているよりはグッと引き上げて、そして耳たぶ、この腕の骨の真ん中、肩峰、大天使、くるぶしが一直線で、首と腰は前腕しております。よくありがちなのがこういう姿勢の方や、またはこういう姿勢の方が多いですね。またはこういう感じで、ね、グッと引き上げましょう。はい、それではですね、足を動かす前にこのいい姿勢が自然といい状態に保たれるためにブル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 としましょう。こうやるとですね、中心軸が、取れてくるんですね。そして歩くということ自体が、この足だけで歩く方は足への負担が大きくなります。でもちゃんと肩甲骨のところからこうスタイルローテーションすると自然ないい歩き方になりますので、そのためにもこのブル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 というのをやりましょう。はい、じゃあちょっと音楽をかけていきますので、そのままお待ちください。はい、では一緒に今はブル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 って時間ですけどもね。はい、じゃあこのブルブルの動作を入れて足踏みをしましょう。はい、ではなるべくね、ちょっと足を持ち上げる感じで歩いてみましょう。1、2、1、2。はい、ではついでに肩こりも緩和したいので肩を後ろに引きましょう。1、2、1、2、1、2。はい、背中のこりも取りたいので腕をブランブランと押しながら後ろに振ります。はい、それではですね、片方の足を前と後ろ、歩く動きの変換です。さあ、もうちょっと、はい、肩を後ろに引きましょう。はい、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、肩甲骨のところを動かして、体全体がつながりよく動けるようにします。はい、ブルブルです。ブルブルブル、肩甲骨の間の胸椎が硬いと、足の方にうまく連動した歩き方ができなくなりますのでね、ほぐしていきましょう。はい、胸を押し出します。ふぅー、はい、ふぅー、はい、ガッツポーズです。ほっ、はい、ほっ、ほっ、はい、万歳にしましょう。万歳、万歳、万歳。はい、片方ずつ脇腹を気持ちよく伸ばしましょう。ダン、ダン、ダン。はい、じゃあこの反対の足の方を前へ、後ろ、
前、横から見るとですね、こんな感じで動いてます。はい、腕を後ろに振りましょう。はい、肩を後ろに振ります。さあ、では肩甲骨のところをグッ、はい、背中の髪を振りましょう。さあ、シェイプアップを期待できますよ。背中の髪を取って、そして足をいっぱい動かしながら足の、ね、骨に刺激を入れてオステオカロシンというホルモンを分泌させましょう。インスリンで、ここをうまく働くように。はい、では胸を押し出します。はい、ふうふうふう。はい、ガッツポーズです。ほっはい、ほっはい、ほっはい、伸び伸び伸びします。万歳です。はい、では横の動きを加えます。横歩きですね。はい、そして後ろに行ってみましょう。さあ、両手を前から引きます。はい、横の胸を押し出します。はい、背中の横にも取りますね。はい、前足を持ち上げます。腕をガーンと振った方がいいですよ。腕を振った方が足も上げやすいんですけども、背中や肩の横にも取れてきます。では、軽くジャンプが、ちょっとジャンプがしましょう。かかとと飛んでもいいでしょ。はい、はい、はい、ツイスト。はい、振動をかけますよ。そして、ね、かかとの骨からお手を楽しむというね、ホルモンが分泌できるようにします。はい、では背骨と肩甲骨の本職回します。はい、横脇腹を気持ちよくです。はい、ぐにゃぐにゃぐにゃ、もう一度ぐにゃぐにゃぐにゃ、後ろに引きます。はい、ぐにゃぐにゃにします。ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーンストーン、ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーン。はい、腰を気持ちよく、はい、回しましょう。はっはっはっ。はい、ではね、足に刺激を入れております。パッタンパッタンパッ、ブラ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 、回しましょう。はい、そして胸を開いて、ここを伸ばします。マイクレスで倒しましょう。はい、そして両手をついて、はい、お腹をしっかりして股関節を伸ばします。はい、よい、ちょっとちょっと下を切ってなかったですね。前に、はい、回しましょう。はっはっはっ。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、足をたくさん動かしました。ちょっといろんなバリエーションをすることによって、いろんな筋肉を刺激したんですけれども、あとは上半身の方も動かしましたので、背中の凝りや肩の凝りも楽になったと思います。というかですね、足だけが動くっていうのは動きづらいです。上半身の動きも伴うことによって体全体が連動して動きやすいんですね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日は、糖尿病のお話、糖尿病予防、ね、また高血圧の方にも、また、腎臓の、ね、働きを高めていくためにも毛細血管の流れが良い方がいいので循環よく、ね、ということで、お伝えしました。あとですね、この辺をこうやってさすのも腎臓の働きを助けれるんですけども、このここのね、ここ気持ちいいんですけど、これ腎臓のツボだったりもします。まあ、さすのもいいですね。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴くださってありがとうございました。よかったらグッドいいね、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。本当はですね、一緒にリアルで動いた方がより楽しくて気持ちいいんですけれどもね。はい、ということで皆さん今日もありがとうございました。この動画を通じて楽しく体を動かしてハッピーになりましょう。はい、またね、ありがとうございました。